風雲。江戸の夜明けは、1989年1月10日から、同年3月28日まで、テレビ東京で放送されたテレビ時代劇である。放送時間は毎週火曜19時19時30分、全十に話。テレビ東京での本放送終了後は、地方局のほか、CS 放送の時代劇専門チャンネル、テレアサチャンネル、衛星劇場でも、再放送が行われた。 若き日の徳川家光の日々を描いた時代劇。家光は、馬の春日曲局の目を盗んでは城を抜けては、宝刀三昧の日々。だが、ある日家光暗殺を狙う一派から命を狙われ、怪我を負うが、お庭番として家光に仕える、側用人、美雪に助けられる。美雪は愛してはならない家光に、禁断の行為を寄せながらも街で起こる、難事件を家光と共に解決する。 カット日、ヤンヤン姫に代わり開始された時代劇。ロケ撮影は、ヤンヤン姫同様、日光江戸村で行われた。コミカルな内容の、ヤンヤン姫から一変、シリアスな作風の時代劇となった。本作について、主演の小田裕二は、当時のことは全く記憶がないとコメントしている。巡り合い、家光と忍者たち子供が消えた 謎の辻切り事件金の茶室に潜む謎。前編金の茶室に潜む謎。後編江戸座炎上。悪の陰謀を潰せかゲーム社の危機。春ス局のたばかりごと闇に消えた小判。富くじが導く運命への対決。夕闇に消えた、姫君独眼、龍正宗の決断その時家光は、ありがとうございます。